はい、お元気様です。久留米市中の平です。本日はですね、ちょっとコロナ対策というかですね、どういうふうに例えばうちの塾なんかではやってますかとかですね、私が今考えているいろいろなことをちょっとお話ししておきたいと思います。なんでかっていうと、ワクチン打ちましたよとかですね、そういうことを先月言ったらですね、どどっと結構、なんでワクチンなんか打ったんですかみたいな感じでですね、問い合わせが来てたので、いや、ワクチン打っていいだろうというふうに思ったんですけどね、何が悪いのというふうに思って、ちょっと400人ぐらいしか登録者数がいない、こういうチャンネルでですね、ワクチンを打ったの、打たないのみたいな感じで、ちょっと言ってくるっていうのは、ちょっとびっくりしたので、その辺もちょっと引っかかってたんでですね、今度の木曜日、今週木曜日が、また毎週木曜日の出張なんですけど、その出張の日に合わせて、ワクチンの接種を2回目をですね、予定しております。はい、2回目が結構副反応が激しいというふうに聞いてますね。はい、ということでですね、ちょっと背景にもあるように、最近はなんかもうものすごく緩くなってきてるっていうのがありますね。はい、ということでですね、先ほどもですね、ちょっと外に出て、うちの先生方のお給料を振り込みに行ってきたんですけれども、その時の帰りなんかに、中学生、高校生なんか下校中にですね、自転車でマスクもせずにわーわーしゃべりながら走って下校してたのを見て、うわ、だいぶ緩んできてるなーっていうふうに思ってるんですね。はい、だから去年の3月とかは、まだちょっとコロナっていうのはどういうもんか、ね、なんだろう、危ないなーみたいな感じで、こうみんなで、戦々恐々としていたので、学校閉鎖みたいなのがですね、結構効果的だったわけですよ。それでもやっぱり結構ですね、街中に子どもたちがもう出回ってて、出歩いてて、結構ですね、コロナが危ないんじゃないかと、ね、学校が閉鎖されると、もう子どもたちが街に繰り出して大変だというようなことでですね、結構それでも結構去年の3月ぐらいですね、学校閉鎖になった時に言われてましてね。はい、でですね、やっぱり何て言うかな、静かにしておくことが大事だと思うんですよね。空気感染ということがちょっと言われていますけども、ちょっとその辺がどの程度なのかっていうのがですね、わからないので、とりあえず空気感染を前提にして、今ちょっとうちも動いてます。ほんの今さっき久留米市の方からですね、久留米市役所の方から電話があって、今回の60万円のエアコン設置のですね、助成金に関してのお問い合わせだったんですけどですね、ありまして、ちょっと今バタバタしてるところなんですけども、あれですよね、愛知県でしたか、3000万円ぐらい補助金出してコンサート会場でですね、めちゃめちゃこんあのえー、なんか、感染が広がったとかクラスターが起きたとかいう形で、そんなクラスターを起こすようなコンサートには3000万とか補助金を出すけれども、こういう感染対策をエアコン設置とかね、やるようなところにはなかなか60万円の補助金が下りないと、ね、3000万円あれば60万円の補助金を申請する企業が50個ぐらい、ね、出せるわけですから、どこもかしこも60万円満額、請求するようなところはないでしょうかですね。だからそういうところ、本当に正義が負けて悪が勝つような世の中だよなっていうふうに 思うんですけどね、なんとかそこをしてほしいなというふうには思うんですけれども。はい、ということで、背景のですね、もう今、一番叩かれているのが飲食業ですね。最近上がっている、これ動画、最近上げられていた画像みたいですから、割と飲食業はこうやってですね、みんな、ワイワイやってるみたいではありますね。はい、ということで、私なんかですね、夜中の0時とかに仕事が終わって家に帰るときに、食事しようということでですね、吉野家の牛丼屋さんとかに入ったりするんですけど、もうみんな静かに食べてますよ。もうお行儀いいですよ。だからなんか、冷やかしのね、なんかフェイスブックかなんかとかで、ね、吉野家の牛丼屋なんかで、ああいう安い、底辺の人たちが集まりそうなところが、結構みんな行儀よく、いただきますとか、ごちそうさまとかやってますねとか言って、冷やかすような、フェイスブックとかでなんか上がってるような人たちいますけど、いや、普通に我々とかでも食べに行きますからね、それは。普通に誰でも食べに行くでしょう、吉野家したら。そんな底辺とかなんとかじゃないと思うんですよ。だからそういうふうにですね、
静かに食べていれば問題ないと思うんですよ。うん、それで、ところがですよ、最近というかな、去年コロナとかがある直前ぐらいだったかな、あのこっちの久留米市の方にですね、新しいお店がこう進出してきたんですよ。結構でかい店舗がですね、どーんとできて、ありがたいなと。もう夜中の0時過ぎてたら、もうこちらへん吉牛ぐらいしかないやということでね、まあ、あの夜中の0時以降もやってくれるお店があるなということで、こんな感じの結構広い感じのですねお店だったんですけれども、行ってみてですねびっくりしました。食事してですね、途中からですね大学生たちの、大学生ぐらいだと思うんですけどね、若い連中がわーっと乗り込んできてですね、ギャーギャー騒ぎ出すんですよ。なんじゃこれはみたいな感じで、ね、えらい行儀悪い店やなというふうに思ったんですね。はい、でこれ一体何なのかっていうと、お酒が出るお店だったんですね。うん、なので当時はどうだったかな、コロナが始まってだったかな、コロナの前からできた店だったと思うんですけどね、ほんのコロナの前後ぐらいにできたお店だったんですよね。はい、だからもうちょっとですね、これはやばいと私は思ってですね、これコロナ感染するわと思って、食事もうその1回きりでですね、1回きりというかその時以降はもう行かないようにしました。うん、だからもうなんでか、なんであんなに大騒ぎするのかっていうと、お酒が出るんですね。だからお酒をえらいこう敵視するようなことを、政策をやってですね、なんで酒が悪いんだということでですね、よく言われてるんですけど、やっぱりお酒を提供しない吉牛とかだから、あえて静かにみんな食事してるんですよね。だからお酒が提供されるっていうようなことになると、もうみんなそこにめがけて騒ぐ連中はですね、どんちゃん騒ぎをやろうという連中がお酒にめがけてこう集まってきてるっていうような状況なんでしょうね。だからこういうふうなお店はどうなのか分かりませんけれども、やっぱりそのお酒を提供しているようなお店であったとしても、ちゃんと静かにお酒を飲んでるようなですねお店もあるんですよ。うん、私なんかがよくですね、経営者団体とかの集まりで行ったりするようなお店とかですね、もうみんな静かにお酒飲んでたりします。はい、ここら辺だったら日だまり食堂さんとかですね、ああいったところに行ったりしても静かにみんなお酒飲んでるんですよ。だけどもやっぱりそういうのはこうなんか大学生たちとかがこう、大学生中が、まあ、学生とは限らないけど、若い連中がわーっと押し寄せてですね、どんちゃん騒ぎをやってるようなところはさすがに危ないと思うんですね。はい、ではですね、うちなんかももうそうやってですね、エアコンとかをこう設置するんですけど、まあ画面とかでも見せていたと思いますが、ああいう自習室もですね、もうドア開けっぱなしなんですよ。うん、あのコロナ対策で空気感染しないんですね。でさらに言うと、ドアを開けっぱなしで、なおかつ扇風機回してずっと換気もよくしてるんですよ。うん、で扇風機回してるとですね、その扇風機が入ってくるドアの入り口前後に座ってる女の子の席なんですけどね、助手席はそこら辺にあるもんですから、女の子たちがですね、あのドライアイになるって、もう目が乾いてしょうがないということでですね、結構あのクレームが出てたんですけどですね、だからちょっとそこら辺の入り口付近とかは、ちょっとドライアイとかの人たちは座らないようにしたことをですね、言っていたんですけどですね、はい、そういうのもずっと扇風機とかで風を送り込んだりして、換気を良くしたり、もうエアコンとかでガンガン、あのエアコン2台、自習室につけてます。だからもうそれぐらいやらないとですね、やっぱあのまずいかなっていうふうに思ってるんですね。まあ、空気感染が本当かどうか分かんないんですけれども、そういう説が結構出てますから、もうとにかくあの空気を入れ替えですね、そこら辺をしっかりやっていくということでやっておりますね。はい、ということでですね、そうですね、まあ、どうだろう、ワクチン接種に関してもですね、私は正直やるつもりなかったんですよ、ワクチン接種は。やるつもりなかったんだけど、やっぱりですね、あのかかりつけのお医者さんにいるんですね、かかりつけのお医者さんのところに行くと、ね、ワクチンの接種券来てるでしょうと、ね、やりますから来てくださいって感じで言われるわけですよ。ああ、やっぱりちょっとかかりつけのお医者さんに迷惑かけるわけにいかないなと思って、まあ、それで一時放置してたんですけど、7月1日に来ていたんですけど、7月の14日かそこらぐらいに申し込んで、そしたら1ヶ月待ちですよということで、8月の十何日ぐらいですね、1回に接種して、でまた1ヶ月待ちですよということで、9月の、今週の木曜日ですね、が私の接種の2回目の日になっておりますけどですね、はい、だから、まあ、まあまあ、ワクチン接種しとかんとですね、やっぱ教え子たちに、もし感染したりしてですね、教え子たちなんかにコロナをうつしたりすると、まずいですから、やっぱりちょっとそれくらいはですね、
やっぱやっとった方がいいだろうということで、受けに行く予定です。はい、もうバファリンとか熱冷ましを準備して、もう準備万端でございます。はい、ということでですね、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録をお願いします。下の方に私のブログ、お便りシート、電話番号などありますので、よろしくお願いします。まあ、とにかくみんな静かにもうちなんかもですね、実習をしてますので、これがですね、騒がしい自習室とかもあるんですよ。ああいうところだとやっぱコロナが感染したりすると思うんですね。もう自習室はやっぱり静かに、もうコロナが感染しないように黙ってみんな自習しておくというような状態がいいと思います。飲食店なんかもですね、もうみんな黙って食事しているところであれば問題ないと思うんでですね、もうそこまではないと思います。もうとにかくああやってどんちゃん騒ぎしてるからですね、あれがまずい。もう自習室なんかでもですね、もう私はもう本当に憎まれ役でした。今までずっとそれで自習室とかで騒いだりしてるのをガーッとやってましたのでですね、ものすごく不人気の講師でした。うん、だからもう人気のない講師はダメだみたいな感じでやってる塾とかでは私はもうえらい嫌われてました。うん、だからもうそういうふうに生徒たちにしっかり嫌われるようなことをやっておかないと生徒は増えません。はい、もう自習室とかもう人気のある優しい先生とか言われてるような人たちは自習室とか静かにさせきらんからですね、もう自習室がもうどんちゃん騒ぎになります。うん、だからもうそういうのも良くないんですよ。うん、だからですね、もう生徒たちに憎まれるぐらいのね、俺たちは自習室で騒ぎたいんだとか、自習室は騒ぎどころじゃねえと勉強するところだって、騒ぎたければ外に出ろみたいな感じですね、まあ、そういった感じでございますけどね。はい、ということで以上です。